し対戦相手が見つかりましたね。メリーさんよろしくお願いします。相手のチームがこんな感じ。あやべえ、陰キャグイおばさんいる。あいつが一番やばいんだよな、やつ。あでもあれか、ルオーで止められるか。ナットレイとか入れるとあのババア一匹で釣るんだけど、多分だけどエスパー技がサイコショックな気がするから大丈夫と思うしかないか。悩ましいなこれ、結構戦出サザンドラもいるからな。変に受け回すよりかはご利用した方がいい説があるぞ。そうしましょうか。リザードンぶっ刺さりだしな。ドリューズリザードンドラパルトでいこう。いやでも待てよこれ、ボーロンゲの壁からの展開がちょっと嫌か。いやもういけると思うな。はい、では対戦よろしくお願いします。なんか今のところこれ多分マスボロなんかで10連勝以上してる気がするんだけど、これどこまで伸ばせるか気になるな。このインキャパで、インキャチームでヨロヨロのヨロです。オノノックスから来た、オノノックスから来たか。ステルはどうしても巻きたいんですよね。旗破り、はい、旗破り対決。岩石封じからのステロかな。スカーフオノノックスに地震で殺される展開が最悪だけど、地震、はい、こいつパワー底知れないからな。まあ、スカーフオノノクス初手に投げてくるとは思い考えず、アイアンヘッド押しちゃった俺、間違えた、あってやっちまった。だって押し間違えた、最悪。押し間違えたわ。ここちょっと自信、自信押してくれ、頼む自信押してくれ。よし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 、危ねえ、まあ、クソ何やってんだよ、マジやらかしたわ。ここ大ジェットでいいよな、翼上げなきゃアリを倒せねえから。引いてきたロトム、まあ、ロトムはいいやで、大ジェット大バーン大草原の順番でいいと思う。いやいいかな、どうだろう。普通に大草原大草原の方がいいか、まあ、ここでのダメージ次第ですね。大バーンすれば向こうの電気技が効きづらいみたいなところはあるけど、大ジェット、あー結構入るね。大草原大草原でもいいかな。ダイマックスさせてくれ。ちょっと悩ましいとこではあるけど、オノノクスがスカーフだともう終わってんだよな。でもこれ結構ドラパルトごと消し飛ばされて終わるんだけど、お前これインキャを使いなさいっていう神のお告げか。もうリザードンとかドラパルトみたいな陽キャポケモンを使うんじゃありませんという神のお告げかもしんねえ。大草原、はい、とりあえず使った途端に押し間違えるもんな。あこれ次の大草原落ちねえじゃんこいつ、やべえな、やべえなっつっても一応ドラパルトの剣内入れればとりあえずいいんだよね。大ストリーム、この場合はね、あの大バーンで一旦パワーを下げるっていうのが1個の手だったんだけど、まあそううまくはいけませんわな。どうせもうドリューズでこのロトム倒せるんで、これうまいこといくとしたら大バーンで相手が大ストリーム打った時に、なんだろう、これ大バーンで晴らすじゃん。で大ストリームだったらパワーが下がるからっていうのだけチャンスがある。あの電気技は一応ちょっと押しづらいと思うんですよ、ロトムを考えるとね。第3打はちょっと押しづらいかもってとこがあるんで、そこにかけた、さあどうだ、オッケーオッケー、これで一応パワーを下げたんで耐えるかもみたいな期待がある。多分耐えるだろうな。ああ、まあ、耐えたとこでだけどね耐えたとこでこのロトムを倒せるかっていうとそんなことはないんですけど、まあ、削れるからいいか、竜の波動で。大フォロー、あ大フォローなんだ。
でもこれさ、サザンとラカオノクス、どっちかスカーフ持ってんだろうな。ただアイアントの可能性もあると思ってるんですよね。でタスキに耐えられるのが嫌なんで、ここはタスキを潰すためにステルスロック優先でいいと思う。ロトムがアスカだったらそれはそれでもう全員ドラパルドがなく倒せるかもしれないんで、ここはステルスロック優先でいきます。一応相手的にはアーマーガーとかいるから、ロトムはこの HP でも残してくる可能性が一応ありますね。残しては来ない。はい、シャドーボール、スカーフでもないと。ただオノノクスがスカーフの可能性はあると。まあでも結果最初に岩石浮上さなかったらあんま関係なかったな。結局あそこステルスロック先に負けたか後に負けたかの違いだけで、ちょ押し間違いあったけど結局関係ないわ。だからこの戦術だったら受け回してもよかったかもってのがある。ドラゴンアロー、スカーフ持ちに負けるからな。それはもう仕方がない。でもサザンかオノノクス、どっちかスカーフ持ってると思うんですよね。ただドラパルトはやっぱこれ最後に一掃する役割だからね、どうしてもね、あのパワーが欲しいんですよね。スカーフはもう持たせたくない、このドラパルトに。スカーフが欲しい場面ももちろんあるんだけど、うわこいつスカーフだよ絶対。頼む俺の連勝記録途切れさせないでくれ、頼む。スカーフじゃありませんように。はい、スカーフでした。だからこれ岩石浮上したら2回殴られて終わりだったから本当関係なかったですね。戦術がそもそも間違った。対戦ありがとうございました。いや綺麗に負けたな。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームがこのような形でございます。これ悩ましいな、相手のチーム的に。リザードリューアーマーガーで行きたい気もする。じゃあリザードリュードラパルトで行きたい気がするけど、受けポケモンを出したい気もするっていう。あれだな、あいつガマゲドゲがちょっと当時ですね、身代わりとかあると終わるぞあいつ。あいつが身代わりとか持ってるとやばいな。リザード結局水ロトムきそうだしね、難しいですね選出。ドリューズから入ってステルスロック巻いてリザードを通すってのが理想な気がするけど、まあそうするか。ドラパルトがあんまいない気もするんですよね。あと向こうのエースバーがちょっと重たいっていうのもある。ドヒドイデ、ドヒドイデはなちょっとやりづらいな。今回やれなくはないかもしれないけど、この1個前の試合に陰キャ使わずに負けたから陰キャでいけっていう神のお告げかもしんね。それがこれが俺の最後の挑戦か、ドラパルト。それいくか。はい、対戦よろしくお願いします。これで勝てなかったらもう陽キャ捨てるわ。完全に陰キャとして生きていく。陽キャポケモン一生使えません。ロトム、オーケーオーケー。こいつがちょっと鬱陶しかったんで初手で削っておきたかったんですよ。つかしてくるとしたらアーマーガーだから、アーマーガー見てからステルスロックでいいんで、ここは普通に自信を押せばいい。結構ここ突っ張られがちですからね。僕もロトムだと突っ張るからな。引いてきた。ってことはアーマーガーか。はあ、でリザードンでここからゴリゴリ押すためにもステルスロックが欲しいんですよ。だからここはステルスロックを巻くと。問題なのはここでビルドアップつまえて大ジェットとか押されるとちょっと嫌かなっていうのがありますね。ボディープレスだ。普通に手に殴ってきたか。まあいいや、超強い。ドリザー残しましょう。死に出しでいいと思う。3パワー発動した状態での大装備はさすがにロトムにもかなりのダメージが入るんで、ここはリザードンボディープレス OK。 これは半減なんで大して入んない。さすがにね、硬いアーマーガーでもリザードンの大バーンきついだろ。しかも3パワー発動するかな。いやでも大ジェットから壊れると嫌が、一発は耐えてくるだろうから
大ジェット2回だと きついか。あのこいつがそんなパワーあると思う。ちょっと待って、突っ張ってくんのやめてくれ。これリザードン負けたらマジでこいつ信用できなくなる。メガネオバヒにしておくべきだったかもしんないわ。でメガネオバヒだとあれだな、ロトム来た時困るからダメだ。結局ここは大バーンしかないんだ。さあダイマックスしないのが一番いいな。お、してこない、オッケーオッケー。大バーン、これさすがに持ってくるでしょ。ああいいね。マジか、あれも相手アーマーがこんなあっさり切ってくれた。マジトゲキスか。相手トゲキスってさ、ステルスロックからのリザードの技耐えんのかな。無理な気がするんだけど。これロトムだよね。ロトムはさすがにこの3パワー発動した状態の大草原はクソほど入るはずなんで悪くないですね。向こうの大ストリームは逆にそんな入んないし。トゲキスか。これ向こうの大ジェットは一発耐える HP なんで、こっち大ジェットで、あれこれ大ジェットで受けに来る気かもね、ロトムで。それはそれでいいや。これは決まったかな。いや全然勝ち宣言は早いんだけど、結構有利なはず。選出は割と予想通りだった。ただアーマーガと傷どっちかかなと思ったけど、あーこれ大ジェットだね。だから大ジェットで結局こっちの方が早い展開作れるから、次の技で倒していける。3パワーの反動込みでもこいつのエアスダじゃ落ちないと思うんで。まずいのは大ロックだけど、大ロックだった場合は別に他のポケモンでトゲキス倒せると思うから。ドリューズが上取ってるからね、アイアヘッドとかで倒していけるし。で大ウォールもしてきてないね。これがまず結構入るはずな。ダメージ的に、ね、大ジェットで落ちるか怪しいけど、炎技だったら落ちる HP ですねこれは。で大ジェット OKOK、 これは耐える。で3パワーの反動込みで耐えると。で次のターンはこの晴れた状態での炎技なんで、トゲキスは浮かんないでしょう。ロトムに引いてきたら引いてきたらもうドリューズで殴るだけで勝てるゲームになるから悪くないですね。大バーンでこれは耐えらんないぞ。大ウォール、いい、全然いい全然いい。外すのは別に、これ前これが外して負けたからさ外すのは別な、外さなければ問題ないという話なんでね。お前頼むぜこれ、なんか前これ全く同じ展開でオーバーヒート外して負けたな。そういえばここは頼むぞ、久しぶりの出番なんだから頼むわ。しっかりリザード、実はお前今まで使ったリザードの個体が違う実はだから新参者なんだけど。大ウォールここでマジ、ああ晴れをからそうとしてんのか。なるほど、でも死にはしないけど。ここ相手守れないの、まあ、神速持ってるのかなもしかして。あその可能性がある。神速持ちか、それはでも無理だな。オーバーヒート、あ持ってない、よし当てる、えらいえらいえらい、勝ったな。あぶねえ、神速持ってるのかと思ったじゃん、クソ焦ったわ。キス倒して、でロトムはあいつが有利だし、ドリューズが有利だし、ドラパルトも有利なんで、あいダイマックスもないしね。これはもらったな。ここはオーバーヒートでいいっすね。いやリザードンしっかり頑張ってくれたお前、やっぱ強えわリザードン大好き。でオーバーヒート、このダメージは大したことないけど、晴れもなくなっちゃったし、割るだけにされても問題ないよな。放電、はい、上から叩ける以上、悪巧みあんまり怖くないから、ロトムの悪巧みの怖いのって、遅いチームが壊滅させられることであって、上から叩けるんであればね、問題ないですからね。はい、でうちのドリューズ最速取ってるんで、ロトムより速いですね。相手からしたらドリューズ遅い可能性があるから、チャンスあるように見えるけど、僕側からはもうチャンスがない。で自信で勝ちと。シカの場合は耐えられるかもしれないけど、結局ドラパルトがいるんで勝ちですね。はい、対戦ありがとうございました。いや、これは綺麗に勝ったな。1戦目綺麗に負けたけど、2戦目は綺麗に勝てましたね。ありありのありでした。